カラーフィールドペインティングは1950年代末から1960年代にかけてのアメリカ合衆国を中心とした抽象絵画の一同行。絵の中に線、形、幾何学的な構成など何が描かれているかわかるような絵柄を描いたりはせず、キャンバス全体を色数の少ない大きな色彩の面で塗り込めるという特徴があった。 その作品の多くは巨大なキャンバスを使っており、キャンバスの前の観客は、身体全体を一面の色彩に包み込まれることになる。ヘレン・フランケン・サーラー、トゥッティ・フリューティ1966元々は巨大な絵を制作することを通して、観客を包み込むような場所を作り、観客に超越的な感覚を与えたいと語っていた、画家バーネット・ニューマンの絵画を表して、批評家。 クレメント・グリーンバーグが1955年に使った言葉であった。この言葉は色彩を使ってキャンバスに場を出現させようとした同時代の抽象画家、特に抽象表現主義などの作家について説明するためにも使われるようになった。グリーンバーグの説明する場とは部分や要素の集合ではなく全体性や構造こそ重要視されるべきとした。 ゲシュタルと心理学を応用したものである。カラーフィールドペインティングで作られる絵画平面では、色面に中心や焦点がなく、地と図の区別もなく、厚みもなく、平面的で、どこをとっても均質で、画面を越えて色面がどこまでも続いているように見える、オールオーバーと言われる画面作りがされている。ここでは絵画は覗き窓ではなく、 絵の具を乗せた単なる平面だと認識された。そのため、画面の中に三次元の奥行きや世界があるように、錯覚させる陰影や、投資法など、ヨーロッパ絵画の伝統的なイリュージョンは否定されている。また花や人物、幾何学的図形といった主役となる中心は、地と図の区別を作ってしまうためこれも否定されている。色彩は、こうした陰影やものを描くために従属的に、 使われるのではなく平面自体が主役となるような場を作るために使われている。クレメント・グリーンバーグはこれら色彩や輪郭線の区別の曖昧な絵画作品を1964年に自ら企画した展覧解明にちなみポストペインタリー・アブストラクションと呼んだが最初にニューマンを表した際に使ったカラーフィールドペインティングが定着した。グリーンバーグは 同時期の絵画を表して使われたアクションペインティングという用語の美術家の行為を重視する見方より美術家が作り出す絵画の形態を重視するフォーマリズムの立場を強調し内容よりも形態こそが美術を批判的に評価して前進させる原動力と考えていた彼はモダニズム美術は自己批判を繰り消しながら余計なものを削ぎ落とし根本的な要素まで還元し 形態、輪郭、色彩が平面上で全て一つになる、形態的な純粋性に至る途上にあるとして、カラーフィールドペインティングをモダニズムの前衛として評価した。還元的になりすぎた、カラーフィールドペインティングは1960年代には一旦下火になり、グリーンバーグも大きな批判を受けたが、その作家たちは以後も試行錯誤を続け、 更新の美術家たちに影響を与え、1990年代以降にはグリーンバーグも再評価の動きがある。カラーフィールドペインティングの原点を20世紀前半のシュプレマティスムに求める考えもある。また、観客を包み込み空間を変容させる作品というアイデアは、1970年代以降のインスタレーションにもつながっている。アートスケープ、 アーツケイップ現代美術用語集カラーフィールドペインティングありがとうございます。